こんにちは、ケンシです。ヤブドウです。今回なんですけれども、はい、私ども重大発表がございます。はい、なんと、はい、出版が決定しました。角川さんから、うん、ソロキャンプでやりたい100のことという書籍を販売することになりましたので、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ気になる方はチェックしていただきたいですね。はい、下の概要欄の方から、うん、Amazon のカートがオープンしてすでに予約が開始されていますので、はい、ぜひチェックしてみてください。それでは最後まで。ちょ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 待て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 。もう祭りやん。やるよーし。おいおいおい。今日はもう二人でとことんよ。助けてください。ということでじゃあ今回は、はい、こちらの業務用核飲み干すまで。まあちょっとね、限界までどこまで飲めるかやってみよう。そうだね。じゃあそれでは、はい、元気よくいってみよう。よいしょ、やっていきますか。早速作っていきましょう。今日は核なんで、祝い酒、核のメガジョッキで、メガジョッキいきましょう。まあこっから始まってるからね。うっす、いや楽しみですね。俺お酒マンハイボールだけはやりたくなかったんだよ。もうね、ちょいちょいあのコラボの時や、うん、ね、死にかけてるから。どうぞー。おい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 、最先、最先悪いよ。帰るわ。ダメだよ、ダメだよ。氷入れてくよ。氷をたっぷり入れてくる。メガジョッキなんて居酒屋でしか飲まないんだよ。すげえ入るよね。入るね。いっぱい飲んだらひっくり返っちゃうのにゃーの。今日はお祝いですからね。後ろに呼んだらあるのに。新品。うわ、ちょっとこれって重いわ。いける？いや、す。いける？ストップって言ってね。ああ、いいよ。いくよ。チャーッ。うわ、じゃあ。いやー。うわー、きゃー。業務用ってこの業務？この業務でございます。よいしょ、いきます。あ、よしかない。もういや、でもこの業務用ね、うん、あれが入ってるから、うん、レモンのピールレモンピール入ってるから飲みやすいから、うわ、気をつけてください。色どっちが、どっちも同じ感じ。いや、お願いします。はい、皆様のおかげで、はい、本を出版させていただくことができました。ありがとうございます。本日はそれを祝して、はい、恩返しをしていきたいと思います。頑張っていきましょう。キャンプイ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 。ありがとうございます。うまいな、なんか。おー、うまい。うわー、もうこれ歩いてたら酒臭いんだろうね。効くねー、濃いなー。しかもさ、うん、一番このね、体積が少ないエリアでさ、うん、一番減るはずなのにちょっとしかやってない。これはこっから長いぜ。まずいぞー。チンチン出ちゃうかもしれない。おー、出すか出すか。ついに俺らもウーム首か。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなんか特別な美味しい料理を今日は、はい、作っていきましょう。はい、その前に2人ちょっと無理だから、助っ人呼ぼう。助っ人のあの人、あの人、あの人酒強いからね、半分ぐらい飲んでくれる。じゃあそれとさっき吸ったのに全然減ってないわ。でも飲みやすいね。そうだね、この業務用だと、うん、レモンの香りがいいのかな、うんうん、いや、本日の業務も過酷ですね。仕事つれーつれー、頑張っていきましょう。アンダーさん、アンダーさん、アンダーさん暇だと思うんだよな。アンダーさん暇でしょ。暇だよね、うん。お疲れ様です。どうしました。安田さん今どこにいます？
今ちょうどあれっすね、三島の方にいますね。マジっすか。ちょっとあの、お祝いしたいことが、うん、お祝い、お祝い、そう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 、なんかちょっとまずいことになってるんですよ。ちょっと待って、おかしくない？お祝いしたいのにまずいことになってる、どういうこと？緊急事態が発生してるんですよ。うんうん、またそれじゃん。それまただよね。いや、いやちょっと早く来てください。緊急事態は現場で起こってるんですよ。早く来てください。まあ、テンションで切れるんじゃない。とりあえず待ってます。え、あ。ごめんね。うわ、いろいろ突きっぱらだからね。食べよう食べよう。ちょっとなんか作っていきましょう。ね、アンダーさん食べたいかも。うん。まずは、はい、前菜をこちらでございます。うー、何ですか先生これは。これは、うめえやつでございます。うめえ、うめえ。頑張りしません。もうちょっと効いてきてるね。効いてきてるよ。こちらを炙っていきます。炙っていく。いい、こんなで、まあ、あの今ね、大きいお魚も釣れたから。あのバカ。怒られるぞ、怒られるぞ。え、炙っちゃうんだその肉を。これを炙っていきます。アンダーさんの分もある？ ある。食っちまうか。あなたダイエットしてるからね。ね、そうだね。あなたさすげえ 10キロのダイエットに成功したらしいからね。ねえ、よいしょ。あ、すごいすごい。こちらをちょっと開いて。ほう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 。うわ、贅沢だ。こちらに、うん、え、そうみ、そうみです。引っ張ってる。うん、いきます。はいよ。うわ。こっちにも行きます。はいよ。うわー、すげえ。こちらを。大気圏突入。よいしょ。うわ、めちゃくちゃいい香りする。いい香り。ああ。神田さん食えねえのか。でも三島って言ったからもしかしたら近いの。近いから早めに食べよう。早めに。うわー、うまそう。え、もうこれで食べれるんじゃないですか。いや、ちゃいますよ。お祭りですよ。お祭りでしょ。おい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 、お祭りですよ。ちゅうことで、ちゅうことで今日はいくら乗せていきます。ありがてー。いきます。うわ、ガチ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 だ。うわ、これを巻いて巻いて巻いて、裏が巻いて、裏がもうショッキングピンク。巻いて巻いて、あ、はい、うい、じゃあ、いただきます。いやー、お祝いだね。あ、ちょっとあったかい。いただきます。タイミングよ。おい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 、ちょうどいいところに来ました。うん。ちょっと一回これいいですか。うるさいうるさいうるさい。ちょい。あ、これパワハラ？あ、これ。これうわ、動画回ってます。え、それ回ってよ。三島で俺帰ろうとしたこれ。めちゃめちゃナンパじゃない東京行こうとしたんじゃ。にゃーのにゃーのにゃーの50万登録いるよね。いらないよそんなこと。あなた今日は、はい、お祭りでございます。お祭りでございます。おお、てか微妙にシリーズ化してるよこれ。ゲームをやろうとしてるでしょ。いやいや、緊急事態ですもんね。緊急事態宣言が、はい、あの発令しかけてるんで、はい、今ここでここで止めていこうと。
あ、なるほどね。俺らでみんな守っていこうと、うん、俺らでみんな守っていこう、そういう存在になっていこうと。あ、なるほど。ということでちょっと、はい、ハンバーさんのお酒も作りましょうか。はい、あ、じゃあお願いします。いいかじゃあどうせなら。はい、これ今何食ってたの？ん？冬に匂いして教えねえよ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。で、え、ずっとやったのこれ？いや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 、ずっと仕事してますよ。どう考えてもしてないよ。どうなの？なんでどうなの？どうなの？よっしゃー。これ僕ら強要はしないんで。あ、おい。ストップって言ってください。うん。強要はダメですからね。うん、もちろん。うん。まあ、では、いきますよ。はい。優しくね。うん。座って、座って、座って。ストップ、ストップ。俺何も食ってねえんだよ。スキッパラ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 スキッご報告してないんですけども、はい、はい、報告していいですか。お願いします。なんと伊豆の虫釣り、うん、本が出ます。よいしょー。教えて会社の人間じゃないよ。知らないのおかしくない。な、本が出るんで、うん、はい、今日はお祭りをしようということで、うん、あ、なるほどね。あ、だからお祝いか。そう、はい、緊急事態宣言です、はいはいはい、でアンダーさんお酒強いんで、うん、一緒にこいつを飲んでもらいましょう。それではキョイキョイ。お疲れ様です。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。あー、でも美味しい、美味しい、美味しいですよ、美味しいね。意外とこのカックンもまあそんなにきつくないけど、うん、こっちの方がね、レモンピールがあるから、これでも真似しない方がいいよ、これでも、うん、飛んでっちゃうよ、これ容量は守ってもらって、うん、アンダさんストップとこうだったんで、うん、アンダさん晴れてるのじゃ作ってるんでしょ。オーケー、行きましょう。晴れてます。やめて、いやいや、当たりせんだよ。うわ、めっちゃ差し、すげえうまそう。アンダーさんダイエットずーっとね。いやそうだね。何キロ痩せました？10キロ痩せて88から78まで痩せた、うん、で3日で3キロ戻った。まあでもなんかね、そう、10キロってね、子供じゃん、子供ぐらい。ああ、まあ確かにそうだね。うん、まあ、まあまあでもやっぱ体軽いよ、調子いいもん、やっぱ。うん、すごい。僕もこの前ダイエット成功してちょっと痩せてるんですけど。お前今インフレ。むくみが取れただけでしょ。そうそうそう。ここに、うわ、おつゆをちょっと。また食べようとしてる俺ら。僕らも食べます。これ食ってたのか。そう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 。三枚あんのさん食べていいですよ。いや、絶対悪いじゃん。いいの。こっちだよね、頑張ったからね。あぶっていきます。お肉好きですか？大好きです。よいしょ。うわー、うわ、すげー、めっちゃうまそう。あ、匂いがもう、匂いがやばいっしょ。やばいやばい、焦げたのがうまいんだよ。あー、うまそう、確かに。飯の匂いする。うわ、肉ら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 だ。これを巻いて、うわ。アンダさんレアでも大丈夫ですか？大丈夫です。これちょっといっちゃってくださいよ。うわ。どうぞ。お上がりよ。手でいく感じ。手でいっちゃってください。あ、そうなの。いただきます。うわ。ちょっと待って。もう寿司のようにいっちゃってください。本当に本当に。
始まって始まって。大志が飲むぞ。大志が飲むぞ。大志が飲むぞ。本業やめろ。ねえ。うまっ。めちゃくちゃうまいっすよね。やばいこれ。想像の3倍ぐらいうまいわ。うわあ、だす。どうぞどうぞ、もう一個もう行っちゃってください、うん、え、いいんですか、うん、どうぞどうぞ。今日はあの大使大使100キロ計画なんです、うん、大使やめてもそもそするんでムクムク、いや、そう違う、やめろっての今日アンダーさんをオーバーさんにするもん、オーバーさんオーバーさんオーバーさん、うわうまそう。悲しいけれど、はい、どうぞどうぞ。すげえ、いただきます。うわーい。ああええー、ブヒブヒいっちゃった。カムイカムイ。お酒が終わりました。いいよ、この代表、うちの代表頑張ってるよ。花火より散ってくんで、カメラだけみんな待って、あの、ね、カメラの向こうのケンチ君がもう目が点なんだよ、うん、もう線になっちゃって、ね、大丈夫大丈夫まだ地平線の向こう、ホライズン越えていこう。ちなみですけど、うん、まだ氷山の一角ですうまいね、深い、確かに深いんだよ。いやー、おー、ホタテをやりがー、いやー、お酒作ってもらっていいですか。おー、これはお茶でいいよこれが俺の社長だよ。クロス、次クロスだ。これが俺の社長かよ。やりまーす。あ、氷がもう出るのか。うまそうだね。うまそう。ねえ、ねえ。何切りいきます、アンダさん。5! 同じだって言えば 5? あ、アルミが5切れ。じゃあ、ヤマト君からじゃあ、はい、ストップで言ってもらって。アルミですストップ酒まだ長泣くぞ行くぞー、はい、はい、ストップちょっとミスがあったね。ミスがあった。でも今はまあいいよね。あ、いいよ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 。じゃあ今日は社長ですね。社長はね、社長は行くよ。社長行くよ。出さいよ。行こう。ストップ。いや、プがなかったよ。プがなかった。ストだったもんね。ストそうでしょ。炭酸が、炭酸があります。炭酸あんま入ってないから、うん、ちなみに炭酸あんま入ってないからおかしいんだよ、ね、ちょっと待って待って、めちゃくちゃ減ってないこれは怖いすごいよね、これは怖いぞいやでもアンダーさんマジ酒強いからね、うちのじゃないもん。いや、にしてもよ。いや、にしてもですよ。ここに醤油入れます。うわー、もう火入れたの。もう食えるよ。多分食えそうだったからね。まあまあちっちゃかったもんね、もう。確かにね、うん、うわ、匂いがいい匂いするマジで、仕事するー、それでは、マジ元に戻っちまったんだよ。アンダー先生お願いします。そしたら三島からいきなり呼び出されて事務所に行って、はい、こんな仕事が待ってると思いました。キャンパイキャンパイ、さっきより濃い。さっきより濃い。だんだんとうまかった。ね。うん、お背負いいきます。お願いします。この辺でジュージュー焦がしてかけてよ。ああ、そういうこと？うん、よ。こだわりが。撮影するときにこんな感じで。こうしてく、あ、してって言って。あ、そうなんだ。え、うん、嫌がるんですよ。でも嫌がるんですよ。大体嫌がるんですよ。あ、そうなんだ。ね、もうこの辺でジュージュー焦がしてかけてよ。あー、そういうこと。ではでは、いただきます。いただきます。どうぞ。いやー、これいいですか。おいおいおい、スーですね。スーですね。アイドリングしてく。アイドリング。どうもー。ああ、
もう。うまっ。すげえうめえよ。いっちゃってください。なんか、そういう名はなんか。どうぞどうぞ。いいですか。ねえ。バターの海で。お前。ああ。うん。まっ。その海そのまま使いながらエビ焼いちゃいましょう。はい。いいね、いいね。あれや。うん。行きます。おいしょーい、うまそうなエビですね。うわー、普通はあの、うん、今日はその出版のお祝いなんて言ってたんだけど、うん、まあ、本を出すみたいな、うん、俺はそれを初めて聞いたんだけどえ、どういう本だったの？ソロキャンプでした100のことってのを、うん、角川さんから出版させていただきました。あ、そうなんだ。うん、へえ。え、それはもうあの二人の取材があって、うん、え、そのなんかあれなの、なんかレシピじゃなくて、なんかちゃんとした本なの？うん、レシピもございます。あ、あるんだ。はい、右、ね、ちょっと開けてもらって。キャンプってこうだろうとか、いや火起こしそんなことしねえだろみたいなことある、なんか、あーなんかね、コメントでね、こだわりがある人はなんか、もらうことがあるんですけど、好きにするのが一番だと思うんですよ。まあ確かにね。でその冒頭のプロローグで、うん、キャンプは手段だっていう話をするんですよね。キャンプは手段、うん、その別にキャンプを俺らしに行ってるわけじゃないじゃないですか。あ、まあ確かにね、うん、酒を飲みに行ってその結果がキャンプみたいな。ああ、まあ確かにね、まあ、俺も普段キャンプしないからね。そうそう、で大和君のルーツにそれはつながってくるんですけど、うん、そうだね、そのじゃねえよすごいねサイレントサイレント怖い、うん終わったこれこれ炭酸。なるほどね。で、ヤマト君のルーツが？あ、そこの辺はヤマト君に話してもらおうか。そう、もうキャンプのルーツ言ったら、まあ、ケンイチも一緒に20代前半、もうほんと20歳になった時ぐらいに、うん、バーベキューしてて、うん、でバーベキューを主催をよくしたんですね。あ、ヤマト君が声かけて、そう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 、みんなでここで感じ、うん、こんな感じでバーベキューしようよ、うん、やってたんだけど、まあ、どうしてもその車のお酒飲んだら車の運転とかもあるし、あ、確かにね、これよく考えたら酒飲んじゃうし、そのままそのバーベキュー場で寝たいなって思った時に、うん、あ、俺やりたいのキャンプだって。あ、それでキャンプにハマってったんだ。そうそうそう、あ、このまま泊まれたらよくねっていう。なるほどね。それから始まったのが山田君のルーツなんですよね。あ、確かにあの車の運転があってね、飲めない人はまだいいかもしれないけど、うん、飲みたい人がね、飲めないって確かにね、うん、そう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 、だし飲んで片付けるのも買ったじゃないですか。あ、まあ、うん、今日は片付けお願いします。お願いします。え、俺呼ばれて、え、カラオケもすんの？ウェルカム。もちろんこれが末端ですよ。これが末端のことなんですよ。内容的にはじゃあそういう感じの内容になってるんですかね。そうですね、俺は何も内容知らないからあれだけど、うん、なんか伊豆のしずりがね、キャンプの本を出したって言ったらさ、例えばそのなんだろう、撮影の裏側とか、うん、なんかキャンプに対する思いとか、うん、そういうのかなと思うけど、そういうわけじゃないんです。いや、キャンプって何やってもいいじゃないですか、うん、俺らの酒飲んでるだけですからね。まあ、確かにね、うん、そういう人たちが酒飲まない人も読書するだけでもいいし、ね、ゲームするだけでもいいじゃないですか。あ、キャンプでね。そう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 、あ、まあ、だからキャンプだったら焚き火してみたいな、うん、もうなんかサバイバルみたいに、うん、もう不便を楽しむんだよみたいな。あ、不便を楽しむってあるよね、うん、確かにね。で、それはその人の好きにすればいい話だし、そうだ、キャンプってなんかすごいいろんな楽しみ方あるよね。俺もなんか、うん、この前 SNS でさ、
ふもとっぱらが大雨でこう、ものすごい濁流になってて、でこんな中でキャンプしてるやつとかやばいなみたいな感じになったけど、コメント欄とかでコメントとかまでリプライだよね、うん、リプライで、うんうん、なんかこれを切り抜けてこそのキャンプなんだよみたいな、まあ、そんな楽しみとかあるのねそんな人もいるんだよね。いやでもそれもね、わかりますそうなんだ。だけど ね、それを基準として考えたら、うん、始められないじゃないですか。まあそうそうだ、ね、なんかその敷居が高いって感じしちゃって、うんうんうん、そんなことなくて、外で好きな子供の頃食ってた弁当を持って、うん、好きなところにねピクニックっていうか、うん、食べに昼飯食べるだけでも十分俺らはキャンプだと思いますよね。ああまあ確かに全然美味しいもんね、うん、食うだけでもね全然。何作ってるんですか、もっさん。エビが蒸し上がりました。うわーうまそう。うわー、いや匂いが、え、塩コショウで終わり。ここに、え、ホタテの汁が、うわー、これ絶対うまい。じゃあ、うまそう。よっしゃ、か。よっしゃ、出来上がりました。うまそう。いや、めっちゃいい匂いする、マジで。やっていく。いただきます。いただきます。うまっ。あっ、うん、あっ、超熱いです。うん、あ、うまい、うまっ。バターが、うん、うん、呼吸してる。え、バターが呼吸してる。さっき溢れて出てきたやつ、こいつ吸収して噛んだ瞬間出てくるんだよ。しかもあのホタテの旨味がね、うん、入ってるのが超うまい。うん、いけるんじゃないですかね、うん、おいしい、うまっ。いや一回料理したバターうまいね。うんうん、でも普通に高いところの鉄板焼きを食ってるみたいな感じ、うん、まだやっていきますよ。うん、まだあるのか。うん、はい、次いきます。はいよ、次何ですか。ラムー、ラムー、半額ラム、半額ラムです。うわすげえ、ラムチョップ、うん、ラムチョップ。ああそうなんだ。いやーやばいあーさきまハイボールがすごいね。おいしょ、おいよ、おいしょ、おいしょ、おいしょ、おわーめっちゃ出る、めっちゃ出る、おい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 、こうしょう、こうしょう、うまそう。ラムチョップ好きですか。俺あのラム自体あんま好きじゃなかった。ええー、だからあの伊豆虫のキャンプで、うん、あのジンギスカン、うん、あの松尾銀ジンギスカン、はいはいはい、あれやった時に初めて美味しいと思った。うまいよな。そう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 、うまいんですよ。あんまり癖があるから、あのウイスキーもスモーキーのものあんま好きじゃないから俺。あ、そうなんだ。癖があるものは結構苦手なところある。じゃあこれは全く癖がないんで、あのね、乾杯、乾杯。アンナ様は一杯目だからね。はい、やめやめ。うまそう。うまそうですね、ちょっと。ラムが仕上がりました。およーい。よいしょ。うまそう。ああ。普通にうまそう。これも絶対いいです。はい、どうぞ。イエス。はい、どうぞ。おいしい、おいしい。美味しい、これ。箸の持ち方ないかな。いや、ないです。いただきます。あった。あけ。あ、グー、あかい。いや、しずてつと熱っ。あっかい。よく見て。いや、めちゃくちゃ熱いよ、これ。うん、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 
うまい、うめえ。あ、こんなにうまい。食べんねえ。まだこれ速報です。これあの助っ人が必要ですね、うん、多分もう俺多分もうダメです。あのカメラマンを編集するじゃん、うん、編集がダメだったらもうこの動画ダメなのよ。もうやばいやばいやばい。あんまり、あ無理よ、うん、無理全然もうダメだぞ。よし、じゃあこっから次は何だ。こっからは、うん、こいつを炙って、うん、じゃあそっち行こうか。はい、一回座ってもらっていい、うん、いやずっと回ってた。急遽マジっすか。急遽経営社長いつもありがとうございます。楽しいこともあるし、うん、辛いこともあるけど、はい、いろんなことを言ってくれてありがとうございます。ありがとうございますはい、もうシンプルに、うん、その仕事量もだけど、うん、辛いことも楽しいことも、はい、全部伝えてくれて、いつも尊敬しております。ありがとうございます。カメラマンカメラマンもちょっと早くなっちゃったけど、9月30日ケンチ誕生日おめでとう。ありがとうございます。いや、ようやく20歳やばいやばい、めっちゃ泣くそう。ようやく20歳やばい、めっちゃ泣くそう。ようやく20歳。じゃあ失礼します。よいしょ。段差も少なかった。もう31ですか。34歳34。おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいちなみにこれめちゃくちゃギリギリでこれギリギリで、はい、しかももうケーキ屋さん閉まってましたから。じゃあ今日記憶失ってもカメラだけはカメラだけは残ってるんで、カメラは止めるな。かわいい、はい、お、行くぞ、ゲージ行くぞ、ゲージ行くぞー
はい、来て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 。あ、アンダーさん、おむつ替えていいですか。なさっきめちゃくちゃカメラいじっちゃって、うん、カメラ回ってんじゃんとか。あ、今撮ってます。あ、ちゃんと撮って食べてください。あ、でもファーストファイト、ファーストファイト差し入れていきます。大きめで、これは箸がちょっとおかしいんだよね。うん、あーあーどうですか、あの34歳って言ったらもう、うん、もうあれですよね、うん、あれがあれだよね、あれがあれだよね、うん、もうだって社長になってから何歳ぐらい。10年ですね。10年、うん、どうですかこの道のりは。最悪ですよそうだよね、借金すごいしもうそれこそ DJ 社長みたいな感じになってる。そこに僕も来て、うん、アンナさんも来て。でもね、あのみんなが幸せになってほしいっていうのはすごく強いから。うん、あ、でもすんの、確かにです。ちょっとすげえ汚いからすげえ汚いから、あ、でもすんいや、いいですね、うん、ねえ、ねえ、まさかタンニャじゃにゃーのタンニャじゃにゃーのいただきます、かまいな。おいおい、山田君、いや、おいお前、カラデンさんいったストップって言ってもらっていいですか。はい、ストップって言う、はい、僕が言います。ストップあのボス、うぜ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 、いや、氷があんまないよ。確かに、ああ現社長、はい、34歳、まあ結構ね、うん、YouTube でもまあ50万人という、でもヒルズフィールドっていう会社も背負って、まあ、相当大変な精神、うん、削れると思います。こっからもめちゃめちゃ精神を削ろうと思いますいやお誕生日おめでとうございます。社長がマーシンソーイしちゃう。飲むぞ飲むぞ、お疲れ様です。飲むぞ山田山田飲むぞ。なんて言いました。俺はダメな食べ物アンダーさんがアンダーさん行きます。アンダーさんまだまだ飲める。俺全然いけるね、まだはい、ということでお疲れ様です。お疲れ様です。いやめっちゃ飲みましたね。本なんですけど、本の出版のお祝いっていうことで、はい、俺は三島からいきなり呼ばれたんですけど3人でここまで飲んで、社長は今多分聞こえてる人は聞こえるよね、うん、今綺麗にいびきかいてるそう、だから一応本について一応ね、うん、そう言及してきますか。いや、その前かもしれん。お疲れ様。あ、うまい。いや、進まないもんだねまあ、3人の力でここまでいったらすごいまあ、初めての本だっていうことで、うん、発売日ってまだ決まってるんですか。発売日は11月の下旬に。あ、下旬に。あ、じゃあもうこの動画出てる時はもう概要欄とかに行ってもらえば分かると。今この動画を見てくださってる方は、うん、概要欄の方に、うん、Amazon の方にカードがもうありますんで。あ、Amazon 売ってるんじゃん。はい。あ、そうなんだね。予約の販売もしてるんで、うん、そこら辺を見てもらえればいいかなと思います。あー、 OK ですね。じゃあ僕結構本とかっていうのはゴーストライター書いてるイメージなんですけど、うん、さっき聞いたらなんか建築もヤマト君も普通にちゃんと書いてるっていう。書いてあります。そうっていうことだったんで、まあ僕も楽しみでちょっと予約しようかなと思ってるんで、はい、まあ正直は裏でねもらおうかと思うんですけど。買え買え買え。ただ、まあ、発売をねちょっと楽しみにしてもらって、はい、はい、
8面の出版ということで、はい、成功を祈って、ありがとうございます。乾杯。